実験が行われたキャピラの釣り橋釣り橋理論とは、カナダの心理学者であるダットンとアロンによって1974年に発表された生理認知説の釣り橋実験によって実証された感情の正規に関する学説。釣り橋効果、恋の釣り橋理論とも呼ばれる。一般に感情は出来事その出来事への解釈感情という経路で、 発生すると考えられている。恋愛で言えば、魅力的な人物に出会う魅了されるドキドキする、という経路である。心理学者のスタンレー・シャクターは、実際には、出来事感情その感情への解釈という、感情が認知に先立つ経路もあると考え、情動に要因論という情動の認知説を唱えた。情動に要因論を恋愛で言えば、魅力的な人物に出会うドキドキする、これは恋。意 という流れとなる。社会心理学者のドナルド・ダットンとアーサー・アロンは、感情が認知より先に生じるのなら、間違った認知に誘導できる可能性があると考えて、恋の吊り橋事件を行った。実験は、18歳から35歳までの独身男性を集め、バンクーバーにある高さ70メートルの吊り橋と揺れない橋の2カ所で行われた。 男性にはそれぞれ橋を渡ってもらい、橋の中央で同じ若い女性が突然アンケートを求め話しかけた。その際、結果などに関心があるなら後日電話をくださいと電話番号を教えるということを行った。結果、吊り橋の方の男性18人中9人が電話をかけてきたのに対し、揺れない橋の実験では16人中2人しか電話をかけてこなかった。実験により、 揺れる橋を渡ることで生じた、緊張感がその女性への恋愛感情と誤認され、結果として電話がかかって、来やすくなったと推論された。メリーランド大学のグレゴリー・ホワイトは、吊り橋の緊張感を恋愛感情と誤認するには、実験で声をかける女性が美人かどうかで結果が左右されるのではと考えた。実際にメイクで魅力を低下させた女性で、 同様の実験を行ったところ、美人ではない場合には、釣り橋効果は逆効果であることが分かった。ありがとうございます。